いやー、旅館なんぼ屋さん、よかったですなー。皆さんこんにちは。ここは陸羽東線、鳴子御殿湯駅です。今日はここから、お隣、鳴子温泉駅まで列車で行き、そこで日帰り温泉に浸かって帰ります。今回の動画もどうぞよろしくお願いします。一夜明けた、今日、鳴子御殿湯駅前からの眺めですよ。昨晩は雪だったんですけど晴れましたな。景色が綺麗だ。それじゃあ列車に乗って鳴子温泉駅まで行きましょう。鳴子御殿湯の駅表ですか。列車やってきましたな。これに乗車していきましょう。御殿湯を後にして次の駅鳴子温泉に向かいます。次の駅鳴子温泉駅に向かいます。到着ですな。それじゃあ降りましょうか。それじゃあ降りましょう。よっこいしょ。硫黄の香りがホームに漂う。気分が高まりますなぁ。それがここ鳴子温泉ですよ。雪がすごいですね。はい、ありがとうございます。どうぞ。久々の鳴子ですな。鳴子温泉ですな。名物は足湯。今日は今のところ透明だな。うん。今日入ろうとしているのは滝の湯。は前回入りましたんで、前回入ってなかった早稲田湯の方に入っていきたいと思います。この黄色い建物がそうです。見てください。これ温泉ドボドボいいですな。じゃあ入っていきましょうか。ここが入り口かな。じゃあ行きましょう。モダンな建物でぱっと見温泉施設とは思えませんな。なんか秘密の入り口みたいですな。フロントは階段を降りていくわけですな。足腰の弱い人はちょっと無理でしょう。エレベーターはないようです。白濁の硫黄泉、よかったですな。露天はありませんでした。
内湯だけです。温度が3段階に分かれてましたな。一番熱いお湯はちょっときつかった。でも源泉かけ流し硫黄泉を堪能しましたぞ。入ってきました。体がポカポカ、寒さなんてへっちゃらさって感じです。結構降ってきましたな。列車の時間はね、確か12時1分とか2分とかそんな感じだと思いましたね。わあ、本降りだな。ちょっと向こう行ってみようか。あれ、こういう郵便局、こけしのポストですね。煙が立ち上ってますよ。いい風景だ。なんか足という看板も見えますが、ちょっと行ってみましょう。大判焼きとコーヒーか、合うかもね。うん、これは鳴子温泉湯巡り駐車場か、臨時駐車場か。ここに車を止めていろいろ温泉巡り行けるわけですね。トイレもありますね。で、さっきの看板、あー、すごい煙。さっきの看板これだ。足湯なんていうんだこれ。霜地獄源泉かな。あー、いい感じ、風情がありますね。それを伝って来てるんだ。多分あの上から来てるんでしょうな。まあ、これですからいい加減だけ見ていきますか。ここは濁ってはいないですね。あ、いい感じだ。見つけました。なんだこれ、温泉卵。ご利用にあたって卵工房は当分の間利用できません。あ、ここで作るのかな。今はダメなんだ。なんででしょう。平日だからかな。黙々と煙が上がっていいですね。じゃあぼちぼち駅に戻りますか。来た道を戻って駅に行きましょう。ここが先ほど入った早稲田湯ですね。あ、たまりました。冬は最高だ。これが早稲田湯に流れてるんだろうな、多分。鳴子温泉駅まで戻ってきましたよ。ここから小田まで戻りましょう。まずは次の列車の時刻をちょっと確認しましょう。次は12時31分ですね。あと1時間後か。よし、よかった。それではこの切符、帰りの切符ですけども、これで鳴子温泉から乗っていきましょう。はい、お願いします。お待たせいたしました。はい、この列車に乗ってきますよ。雪降る鳴子温泉駅に停車するキハ110系。いいですな。それでは乗車して発車を待つこととしましょう。列車帝国に鳴子温泉駅を発車しました。さあ、ここからは帰りです。東鳴子温泉と鳴子温泉の2つのお湯を堪能しました。雪の鳴子温泉を後に、まずは小田に向かいます。今日も JR 東日本東部の細い
にしますよ。雪模様の景色を楽しみましょう。さすが雪無理ライン、場所も愛した奥の細道といったところでしょうな。また来たいもんですな。ここで行きワンマンカーです。小谷に到着しましたよ。お待ちください。この後東北線上りに乗っていきます。2番線に列車が入ります。小谷終着の列車がやってきました。折り返し、これが仙台行きになります。 E721系だ。よかった。ご乗車いただきありがとうございます。午後3時37分発、東北本線上り、鹿島台、松島、塩浜、岩木方面、各列車全体行き、まもなく発車いたします。閉まるドアにご注意ください。上り仙台行き、帝国に午後田を発車しました。仙台に向かって、レッツゴーですなー。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は東北本線普通仙台行きです。仙台到着しました。ここでちょっと遅いんですけど、お昼にしましょう。時刻は14時26分ですな。ちょっと遅いですけど、お昼食べます。何食べよう。それだ問題は。じゃあこの切符で仙台駅途中下車しますよ。これただ鳴子温泉駅自動改札通ってないんで、これ入場になってないと思うけど、出れるのかな。吸い込まれると嫌なんで、ちょっと窓口で聞いてみます。これ鳴子温泉からなんですけど、はい、自動改札って通れます？あ、通れないですね。通れない。仙台駅で途中下車というか、途中下車、わかりました。はい、もし通れなかったらこれ吸い込まれちゃうの？いや、逆に戻ってくる。あ、そうですか。吸い込まれませんということは履かないだけで。あ、そうですか。じゃあ今度ここから自動改札で入れます？入れないです。入れない。またここから。ごめんなさい、はい、ごめんなさい、かけます。はい、なるほど。いつも食べてる通定食、時間の関係で終了か。じゃあ違うの食べよう。来ました、牛タン&ハンバーグ定食。いつも食べてる通定食が時間で売り切れになってしまったため、今回はこれです。じゃあいただいていきましょう。食べた食べた、美味しかったです。どうもごちそうさまでした。完食でございます。デザートにずんだ餅もありましたよ。日立26号、品川行きに乗ってきますよ。仙台駅で聞く特急日立品川行きのアナウンス、各
感慨深いですな。あ、乗車する列車やってきましたな。これになってきますぞ。それでは乗車しましょう。この列車は特急日立26号、今回の品川行きです。私の席はここですな。日立26号、ゆっくりと仙台駅を発車しました。日立に乗ると一本で茨城まで行けるのが嬉しい。鉄道ファンなら乗り換えが楽しいですが、一般の方は少ない方がいいですもんね。ツンダシェイクをお店で飲んでいる時間がなかったので、このようなものを見つけて買いました。これはこれでいいですな。車内で飲めますもんね。列車の心地よい揺れで眠くなってきた。寝ちゃうかも。原の町駅を発車。 E531系が止まっていました。 E531系、 原の町まで来ているんですから、活動範囲が広いですよね。いや、本当そう思いますよ。ただいま、いわき駅に停車中。もう外は真っ暗ですな。そんなわけで、水戸に到着しますよ。鳴子温泉行ってきました。よかったですね。初めての黒湯、よかった。で、お宿のお料理もよかった。そんなとこですね。ドアが開きます。忘れ物のないようご注意ください。さあ、そんなわけで水戸で下車しました。で、そうですね、ここからは普通列車で土浦まで行くんですが、この列車ですね、土浦止まらないんですよね。なので水戸で普通列車に乗り換え、今回の動画はこれで終わろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。次は何の動画になることやらですな。そんなところです。巨大なフレッシュ日立がいましたね。よし、じゃあ以上で終わりです。